ハロウィーン当日の今日、JR 仙台駅周辺は警戒態勢が強化されています。警察官は去年の3倍となる200人を投入。ペデストリアンデッキの一部で立ち入りが制限されました。新型コロナが5類に引き下げられた今年、警察や仙台市はより多くの人が集まるとみて警戒を強めています。仙台駅西口のペデストリアンデッキでは、人の流れが滞留しないよう三角コーンを設置して右側通行を徹底するほか、ベンチには立ち入りを規制するテープが貼られて使用できなくなりました。また今年は去年の3倍となるおよそ200人の警察官を投入し、午後6時からは仙台駅周辺に加え、アーケード街や国分町で路上での座り込みや飲酒などを控えるよう呼びかけます。お酒もほどほどにして楽しめればいいんじゃないかなっては思いますね。まあ、節度を守って、まあ、年に一度なんで、まあ、ほどほどならいいんじゃないですかね。去年のハロウィーンでは、ペデストリアンデッキに多くの仮装した若者が集まり、花火を打ち上げるなど危険な行為をしたとして、少年らが摘発されました。花火はもちろん非常に危険な行為ですので、やめていただくようにお願いします。皆さんも事件事故に遭わないように、ルールを守って、行動していただきたいと思います。警察は、ペデストリアンデッキの一部の立ち入り規制などを、混雑状況に応じて明日の朝まで継続し、事故やトラブルへの警戒に当たります。